私は今、二度目の人生を生きている。周りの人たちすべてを不幸にした一度目の人生。積み重ねた罪を償うため、私は医者になった。できるだけ多くの命を救う。それが私のすべきことだと信じて。私、こんなところで死ぬの。私、またエリーゼの体に戻ったの。私と皇太子様との婚約を、なかったことにしていただけないでしょうか。医者になりたいのです。私は絶対に諦めません。必ず医者になってみせます。婚約を望んでいないと誰が言った？じゃあ君は一人で処置したというのか？どのように医術を学んできた？私はこの人生が終わるその時まで可能な限りの命を救いたいのです。